Hey guys! トムです。カイトです。ボビオルゴンです。本日の企画なんですけど、肝試しでございます。うちはビビリばっかだからね。あ、そうそう、強いやつばっかだからさ、そう、こっからね、いろんなしがらみ乗り越えていかないといけないから、果たして誰が一番度胸があるのかっていうのをちょっと検証したくて、今日は肝試しです。何でやると思う？肝試し。肝？肝、自分の肝を試す。肝って、え、ついにバンジージャンプですか？ああ、バンジー、それでもいいと思う。経費がありません。経費がありません。高いんだよね、あれ。予算5000円でございます。5000円です。5000円。予算は5000円しかないです。5000円で何ができるんだろう、ね、何ができるか。肝試し、いいですか？もうそこに入ってる。はい、ここに入ってます。5000円。そうです。もう僕ら恒例のえぐっ。待って待って、俺寝るときうつ伏せなのよ。ピアスターです。じゃあ空いてる、空いてる、一個俺に関しては。私も空いてます。お前は空いてない。お前は空いてない。こうやって空いてる。こいつはこの間なんかもうね、ビクともしないで開けられるみたいな言ってたよね。そう、だから今日は鼻ピアス、誰が一番スマートに開けられるか。ちょっとずるいよね、でもね、一回もうやってるの慣れるじゃん。2回目っていうのはね。あ、大丈夫。だから空いてないやつ一人用意した。ほんと？うん、小高。あ、無理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 。小高どういうこと？あ、まあフェアに戦うためにね。俺とカイトだけ？うん、むせもいい。やばっ。お前は？俺はだって、だ予算5000円だったから。俺は武器は社会人。いやいやいや、社会人。関係ない、関係ない。関係ないです。社会人でここ空いてるやついる？いや、例外がなければ作ればいいからね。うえ、かっけえ。丸められたわ。はい、じゃあ今からですね、すいません、3人で誰が一番鼻ピースマートに開けられるか、スタート。どう、なんか最近立ち上がりできてるよ。え、ほんと？俺できてないんだよね。そんな暇もない、みんな。いや、寝ちゃう、オナニーしようとしたら。ああ、なるほど。疲れてね。それはあるね、マジで。結構あるんだね。どう、最近なんか、むせなんかこう、口数減ってる。いや、ぐいっぱい。怖い。ガチで怖い。小高なんかめっちゃビビってるせいで。やばいよ。東京リベンジャーズとかさ、もうマイキーかっこいいからね。かっこいいね。どうやって死にいてとかさ。あ、ちょっといけず。え、どう、隣のやつなんだっけ、町田の。町田のホダキーね。何回だっけ。え、東京ビビリ会。副総長ビリ犬。全然みんな開けなくね。早く。シャクシャク。なんか面白い話題とかないの？ま、俺最近ね、なんだっけな、東京リベンジャーズのドラケン、マジかっこいいよね。マジでかっこいい。本当、え、マジかっこいいと思って。マジ。ガチ。で、なんか。そうだよね。いやいや、え、ね、ドラケンか、ドラケン。ドラケンマジでかっこいい。かっこいいよね、ドラケンね。そう。でもあんな男になりたいな。そうだよね。本当に。めっちゃ面白い。かっこよ。で、まあ、そう、時間、尺もない。時間に限られてるからね。そうそうそう、有限だからね。はい、カイト君一番です。え、何？俺鼻ピ開いてるもしかして。え、わかんない。いや、それすらも感じさせない。本当。さすがです。眠くて涙出てきたわ。やっぱ男ですからね、カイトは。まあこちらになんかおかまとね、お姉みたいなやつがいる。誰がボンクレだっつってんの。だからちゃんと突っ込め。ちゃんと話ぐらい。早く。いや、これやばいよ。いや、早く。これ、はい、はいはいはい。冗談じゃないわよ、冗談じゃないわよ、冗談じゃないわよ、冗談。お前何も喋らず、お前や。今もうビビってたよ。めちゃくちゃ心なんか今タイミング自分で合わせた。あれ行きますみたいな。お兄さん、お兄さん、どうしたの？お兄さん、どうしたの？いや、マジ痛い。めっちゃすげえ。いっつぁ、マジ痛い。あれだよね、普通に。
めっちゃ手揺れてる早くお釜開けろ、お釜早く開けろって。まあでも俺、魔王なんだっけゴールディゴードだっけ、アルスボールディゴードみたいな感じで、別に回復とかもすぐできるから全然痛くないんだよね。痛いじゃなくて怖いでしょ。いやマジで痛かった。めっちゃ震えてる。テーマやるしかもうグワーなってもこれだからマジ痛いよ。これマジ痛い。ほらか鼻ピンマジで痛いよ。マジで痛いよ。もう行けない。いやもう一気に行け一気に行け。押し切れ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 。もうビリだから絶対ビリだ。絶対ビリだ。せーの。全然痛くない。全然痛くないよ。冗談じゃないわ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 よ。押し切れ。あと何回。何回でもいけ、せーの。冗談じゃないわよ。押せーの。マジで痛い。押し込む、押し込む。思いっきり。やば。押し切れ、押し切れ。思いっきり。あと勢いでいくから、グッて思いっきりいけ。あとマジで痛い。もっとマジで痛い。行かない行かない行かない。もっと思いっきり押すから。ちょっと涙出てる。バカにいるじゃん。待って、誰か押して、誰か押して。泣いてる泣いてる。一回戻せば。痛い痛い痛い。なんでそうなんだ。泣いてます泣いてます。鼻水めちゃめちゃ出てる。いくよ。痛い。あー泣いてんだけど、キモ。あ、別に余裕だわ。もうここから涙出たっていうかね。笑ったでしょ、見たことない。ここからやばいわ。全然余裕だわ。全然余裕。バカに言ってたじゃん。いや、なんもない。なんもなかった。なんもないよね。なんもないよね。なんもない、なんもない。じゃあもう、いい、もう結果発表、結果発表いきますね。じゃあ、ほなが結果発表やって。結果発表。はい、1位カイト、2位ムセ、3位ほなかです。ありがとうございます。あ、僕行かない。あの、いいや、何にも変わんないわ。あの、位置付け何にも変わんない。予想通りだった。予想通り。尺長すぎ。じゃあ、改めて1位、2位、3位で、みんな今後の意気込みとか言って締めて。1位からもっとあの怖いやつじゃないと気も試せないわ。なるほどね。こんなんじゃ甘いわ。ごめん。ただあの高所恐怖症だからバンジーとかになっていくと多分印象がない。俺ジェットコースター無理だし。確かに乗れないね。カイト、あれだな。じゃあそれぐらいになっていくと多分ほんといい勝負になると思う。予算上げとくわ。スカイダイビング予約したくねえ。来週5000円の予算。スカイダイビングってやばい。バンジーより上だよ。めっちゃ嬉しい。バンジー遊ばないで。スカイダイビング先に。スカイダイビング。それはやばくね。はい、次じゃあムセ。俺もっと強くなれるようにひたすら頑張ります。こっちやりそう。ケツからなんか、ケツのいけ。じゃあビビリ。一番のビビリ。まあ、普通に。まあ演技だけどね。いつも通り。いつも通り。いつも通り演技だけど。すごいね。何だもん流せんだもんね。演技で涙流す。すごいわ。大手事務所待ってます。いつでも涙流せます。すごいね。でも大丈夫。もう社会人で髪も染められたしさ。話も開けられちゃったけど。やばいよ、マジで。すごいよね。こんな社会人いない。そろそろ切れられる。大丈夫だよ、別にそれは。切れられちゃうよ。第1回ね。うん、第1回ね。優勝は、カイトくん。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。第2回も、楽しみにしててください。はい。ありがとうございました。なんか、もだかおかまが化粧してるみたいなんだけど。やば。大学分くれる。もっとちゃんと突っ込めボソッと言うな。ちょっと OK。 見えない見えない。小高かっこいいっていうコメントお待ちしております。